は元ブログチャンネルのタカです。今日はこれからですね、こちらの、ソニーさんの、ステレオ型ピンマイクですね、型番は PCM719 こちらをですね、この口元にマウントして、こちらのですね、プラグインパワーのところじゃなくて電池駆動の方をオンにして、それで走っていきたいなと思います。今日はですね、ソニーさんのステレオ型ピンマイク ECM719 を、ヘルメットのマウスマウントっていうか、マウスマウントっていうのかな、チンガードの中に埋設して、マウントをして、話してます。で、今日の動画はですね、もう比較動画ではなくて、私の中で、元ブログにその向いてるのはどっちかっていうのをね、今までこう私なりのそのテストの仕方で検証してきたわけなんですが、ソニーさんの ECM719、こちらのマイクを、ヘルメットに、埋設なのか、埋設ですね、こういうふうに、OGK のシステムヘルメットに、こう埋設をしてですね、メインの、ヘルメットの、インナーにマウントするカメラとして、これから、活躍してもらおうかなと思っています。で、今まで使っていた、最初に買ったですね、オーディオテクニカの、AT9900 についてはですね、その御用納めとかじゃなくて、これからもね、活躍していただくんですが、こちらはですね、予備として、常時携帯しながらですね、ECM719 のメインに何かあった時にはもちろん活躍してもらわなきゃいけないし、その走行中のね、ヘルメットの中に、設置するマイクとしてはね、もうちょっと基本は使わずに、降りた時に、食事してる時とかですね、あとはそのスタートする前に、降りた状態で、胸元にこうワニ口で挟んで、いろいろ話したりとかですね、あとはそうですね、そのヘルメットに、もう埋設して使うのはソニーさんのカメラになります、カメラじゃなくてマイクになりますので、それ以外のことは全部AT9900 に任せようかなっていう、そんな感じで、2つをね、並行してうまいこと使っていきたいなと思います。で、私がですね、このソニーの、ECM719 に、決めた理由はですね、音質ですね、この音声の、聞きやすさということを、考えたときに、ソニーの ECM719 に対してもうちょっとこうしてほしいなとか、いろいろこう要望はあるものですね、そういった、数々の要望は、全て、妥協できると、この音質のこの一点でいい方を選ぼうかなって私の中ではもう決めていたので、最初にね、オーディオテクニカさんの AT9900 を購入して、で後からソニーさんのやつを購入して、でそれも最初はオーディオテクニカさんの AT9900 同じものをね、もう一個予備で買おうかなと思ったんですけど、値段も似たり寄ったりだし、せっかくだし、ただノイズカットがないから無駄な買い物になるかなっていう、そういう心配もしつつも、ちょっと冒険してもいいかなっていうことで、そういうノリでね、買ったソニーさんのマイクだったんですけれども、結果的にね、蓋を開けてみると、カタログ上のスペックは、ソニーさんの方が大きいはず、しかも重いはずなのに、で、ノイズカット機能もついていないのに、ソニーさんのね、マイクが自分の想像以上にね、その元ブログする上での、集音性が良かったので、他のピンマイクとしてね、他のテストの方法だとまた評価も変わってくるかもしれないですけど、あくまでも私がその元ブログをする上での、
マイクのその私の OGK のシステムヘルメットの、チンガードの中に埋設するっていう、まあそういう、テスト方法に限ってですね、言えばあのソニーさんの方が、使い勝手がいいのかな、まあ、使い勝手としては AT9900 の方が、固定したままいろんな操作ができるのでいいんですけど、あの音の拾いが良かったので、ソニーさんの、マイクにしました。でもう一点ですね、ソニーさんにした理由、まあ、これはまあ、もしかしたらね、あの個体差なのかもしれないんですけれども、オーディオテクニカーさんの、AT9900 についてる付属のケーブルが 1.6 メートルの長さがあるんですね。で、まあ、基本その、元ブログをする上で、ヘルメットのチンガードの中に、マイクセットして、でビデオカメラはショルダーマウントなので、まあ、そんなにいらないんですよね、 1.6 メートルも。なのでそのショルダーマウントのそのアームのところっていうかね、にくるくるってスパイラルのようにこう巻いて、でケーブル自体にこうその負担がかからないように気をつけて、で多少ね、ジャックのところにもたるみを持たせてっていう風に気を使ってやってはいるものの、やはりその4月の、最初にですね、4月の上旬からその元ブログをスタートして、それに合わせてその、オーディオテクニカさんの AT9900 を、まあ、新品購入して使ってきたわけなんですが、結構やっぱその使用頻度もあって、新品のうちはそんなことはなかったと思うんですね、私の記憶の中では。まあそんなことないと思います、絶対に。ただ使ってくるとやっぱりその風に煽られてなのか、ちょっとね接触不良というか、でケーブル自体もソニーさんは 1.5 メートルなんですけど、ちょっとなんかケバケバしたようなケーブルで、ケーブル自体のちょっと厚みがあって、ケーブルの自重も結構あると思うんですね、ソニーさんの方は 1.5 メートルでちょっと短いんですけどね、AT9900 は 1.6 メートルなんですけど、で AT9900 についてる方はケーブル自体が自重が軽いっていうのは、まあ、細いっていうことでもあって、それが、ね、ちょっと風に煽られてちょっとバタつくっていうかね、動くんですよね。だからそういうのもあって、走行中そのジャックのところが多少こう引っ張られたりだとか、まあそういうのもあってなんかミーンとかいうちょっとノイズが入ったりしてんのかなっていう気はしますけどね。なので、まあ、そこはちょっとケーブル自体がね劣化してくると、ソニーさんもね買ってあんまり使ってないので、使い込んでいくと同じことになるかもしれないんですけれども、まあそういうのもあって、まあこれからはね、ソニーの、ECM719 の方にしていこうかなって思いましたっていうか、もう決定しましたね。はい。なので、まあ比較動画として3本で、まあそれぞれ単体でね、いろいろマイク使ってっていう、そのマイクに対するいろいろ思いだとか、そういうのを動画も上げたんですけれども、まずはね、その自分のまあそういう、まあ、これとこっちの方を使いたいなとか、そういうのはちょっとまあ優先順位は低い、まずはその聞き手にとって一番聞きやすいマイクということで、ソニーさんの方を採用していきたいと思います。で、今 OGK さん の, システムヘルメットの、口のところにですね、AT9900 用に、まあ、掘った穴があって、でそこをちょっとソニーさんの形状に合うように、まあ、形をまた変えてちょっと、カットして、まあ、入れて、まあ、ちょっとね見てくれちょっと悪いんですけども、ちょっと余分なところはね、まあ埋めるようにはするんですけど、出し入れって考えると指とか入らないと出し入れもできないので、まあそこをあんまりこだわらずに、まあ必要最低限のね、追加の加工をして、で、見えないところなので、まあそれはそれでよしにしたいなと思います。なので今後はですね、まあこの撮影環境の中でそのマイクっていう部分に関しては、まあ、OGK の、このシステムヘルメットですね、まあ、テリオス3という、ヘルメットと、ソニーさんの ECM719 の組み合わせ、
で、ちょっとね撮影をしていこうかなと思っています。で今日はちなみにですね、まあ、あのちょっと前の一つ前の動画では、AT9900 はそのおたふく手袋の、フェイスマスクをしたんですけど、今日はねちょっとフェイスマスクを忘れてしまって、もう直でかぶってるんで、多少ちょっと風切り音が入ってくるのかもしれない、まあ、ソニーさんのマイクにとってはちょっと不利な、環境ではあるんですけれども、まあ、普段使いしてるとねこんなことももちろんあると思うんですね。なので、今日はテストというか比較動画ではなくて、私の中でもうソニーさんの方に決めましたっていう動画になります。で、まあ、ちょっとねせっかくなんで、まあ、今あの150号線を走ってるんですけど、まあ、トンネルとかね、もうちょっとしたらねあの走りますので、まあ、トンネルの中での、集音性だとかね、まあ、そういったのをね後でちょっとまた自分なりに、聞いてみたいなっていうのもあって、もうちょっとね、このまま喋、っていきたいなと思います。で、まあすごい、まあ結果としてね、ソニーさんに決めたわけなんですが、まあ私の中ではちょっと意外だったなっていう感じですね。もう本当にホームページを見比べる中では、もうソニーさんを選ぶ理由は、まあ一つもなかったんですよね。価格だって、まあ、価格はね多少本当に何百円か安いだけで、価格はソニーさんの方が安いんですけど、まずはそのノイズカット機能がないっていうことで、まあ選択からもう除外していいんじゃないかっていうような、そういう感じだったんですね。でサイズも大きいし重さもあるし、電池の持ちも100時間しか持たない、 AT9900 は300時間持つと。だけど実際に、両商品をホームページで眺めてるだけじゃなくて、私自身が、もう所有者としてですね、手元に両方見比べられるその環境になった時にですね、あの見てもう明らかにソニーさんの方が薄くて軽くて、でケーブルもなんかちょっと、まあ、自重はあるもののちょっとなんかこう強そうかなっていうケーブルで、なんかそのやっぱりその百聞は一見しかずという言葉通り、ホームページはねそのメーカーさん、まあ、売り手にとってですね、まあ、都合がいいというとあれですけど、よりその消費者がその購買意欲が増すようにうまくそういう PR をされる工夫をされてると思うんですけど、まあ、消費者目線にとってみると、まあ重量がいくつってなると、まあ、全体的な重量をイメージすると思うんですね。ですけど、オーディオテクニカさんの AT9900 の重量は、そのワニ口のクリップを除いた、まあ、本体のみの重量サイズっていう、まあ、計測方法の違いもあってですね、まあ、そこはね本体の、重量というふうに記載はしてあったと思いますけれども、AT9900 自体はね今もすごいお気に入りですし、デザインなんかも気に入ってますし、もちろんマイクの音質そのものはねなんかすごい深みもあって、なんかちょっと私は好みではあるんですけれども、今後は、ソニーの、ステレオ型ピンマイクの ECM719 を、メインでね使っていきたいと思います。で、まあ、注意すべきは、電池の、交換サイクルが、交換サイクルの限度が、ソニーさんのホームページで100時間というふうに、書いてましたので、まあ、毎月ね新しい電池は、最低でもね変えなきゃいけないなっていう、まあ、そこはね、忘れないようにしたいと思います。自分でね、録音っていうかねあのビデオを回していて、マイク取れてるはずが取れてないってなると、すごい、もったいないので、そこは早め早めで、でよくそのツーリングなんかよく行くときなんかはねもう1週間に1回とかね、半月に1回とか、まあ、そういう形で、LR44 というそのボタン式の電池はちょっと、常時ストックしていくような感じにしたいなと思いますね。はい。で、まあ、私の、まあ、撮影環境としましては、もう一応マイクは、全く同じものではないんですけれども、
その2台体制ですね。あのメインとサブと、でメインのソニーの ECM719 に万が一のことがあったとしても常時携帯している AT9900 で、モトブログ動画の配信を、続行できるような環境になってますし、カメラもですね、この間ね、4月の11、12のツーリングの時に11日ですかね、ちょっとあのリアビューマウントっていうことで、まあ、動画にも収めてますけれども、落下して、壊れちゃったんですけどね。で、またねちょっと、カメラもね、まあ、同じものをちょっと用意して、まあ、カメラはねやっぱりそのなんだろう、その使い勝手、マイクと違って、まあ、大きいものですし、全く違うものになるとちょっと勝手も悪いし、バッテリーもね共用できないっていうのもありますんで、まあ、このホームビデオカメラについては今の最新のものよりもちょっと私が使ってる古いやつの方が、画素数もねちょっと大きかったりだとか、あと手ブレ補正がちょっと私の好みであったりだとかあるので、まあ、同じものをちょっと用意して、バックアップの体制にしてますね。なので、しばらくはちょっとこれでちょっと様子を見ていきたいなと思います。で、まあ、画角はねどうしてもそのホームビデオなので、狭いんですけれども、まあ、乗ってるのがね、125のヤマハのアクシストリートという、もう本当にビジネス用のスクーターというか、何のその特徴も個性もないようなやつなので、まあ、そこは別に映らなくてもいいのかなって思ってますね。はい。なので、まあしばらくはね、ちょっとこの環境で行きたいと思います。はい。で、まあそうですね、先日ですね、愛知県の豊田市のあきちゃんとあのラーメンツーリング行った時に、横浜家系ラーメンですかね食べに行った時に、ちょっとお話をしたんですけども、まあ、先日そのインカムをですね、Amazon でちょっとポチりまして、でそれがですね実はもう届いて手元にあるんですね。でメーカーはのセナさんのその 10S っていうやつですね。なので 20S があのハイエンドモデルで、10S っていうのが次のモデルなんですね。で、まあ特徴としてはですね、まあ、その最大、ちょっと私もね、詳しいあのスペックとか覚えてないんですけど、最大4人まで、つなげられて、で、音楽を、シェアできたりだとか、電話の、トークができたりだとか、で、ま、連続の会話の時間もね、12時間とか、まあ、間違ってたらすいません。なんか結構あったと思うんですね。で、最初、その、セナの、10S を、買おうかなっていう前に、いろいろこう、調べたんですけど、まあ、20S だとね、そんなに別に、大人数でツーリングするとかいうのもないですし、なんだろう、オーバースペックだと思いますし、で、SMH の 5FM ってやつ最初いいかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと、発売してからね、3年ぐらい経ってるっていうのもあって、まあ、モデルチェンジ、買ったばっかりでモデルチェンジっていうのもなんか悲しいかなっていうのもあって、で、SMH5FM はですね、1対1っていうか、2人の会話しかできないとかって書いてたんで、まあ、もしかしたらね、そういう増やす方法とかあるかもしれないんですけど、まあ、カタログ上ちょっと2人っていうと、まあ、アキちゃんと僕と話して、誰か、この間の長野のツーリングみたいにやっちゃんとかね、この間のサッタ峠とか、かき上げの動画で上げたトールちゃんだとか、3人で走ることもあるかもしれないし、そうなってくると、2人っていうのはちょっと、もし3人になった時にね、もう1人増えた3人目っていうのは疎外感があるかなっていうのもあって、まあ4人だとまあ、そんなにね、4人以上っていうのはないと思うし、その、4人以上になってくるとね、その複数名のメンバーの中でインカムを A チーム B チームでつなげるようなそういう形でも疎外感は回避できると思うし、うん、まあ
で、あとはですね、素人考えで、そんな、詳しいこと全然インカムとかわかんないんですけど、2016年の、まあ、実際にその流通し始めるのが、2016年、まあ、今年ですね、今年の、5月の下旬ですかね、中旬とか下旬とか、いうぐらいで流通し始めるみたいな感じで、セナーさんのホームページではまあ4月の下旬とか書いてるんですけど、実際にもう実質はもう、2016年の5月、まあ、6月、まあ、今月まあ6月入ったばっかりですけどぐらいの流通ということで、まだその YouTube でもレビュー動画も上がってないし、でまあ、実際のところどうなのか分かんないんですけど、まあ、ただ、瀬名さんのね、インカムなので、まあ、その失敗とかね、間違いっていうのもないと思うし、何よりもやっぱその家電のデジモノなのでね、新しい方がいいかなっていうのもあって、で、まあ、値引きとかね、アマゾンでもうほとんどなかったんですけど、ただまあ、これからのね、使用頻度とか考えると、まあ、そこのね、何千か今後ちょっと安くなってくるかもしれないんですけども、早く使えるメリットもありますし、まあ今後ねちょっと7月の9日はちょっとまだね伊豆方面行くか横浜方面行くかどっちにしようかなとかってあきちゃんとツーリング悩んでるんですけど、で10日はエコパススタジアムでカラミーラットっていう5キロのなんか粉かけのマラソンという名のお祭りみたいなのがあるんですけど、まあその辺にはねインカム使いたいなってのもあって、それで買いましたね。なんでまあちょっとねそこら辺はまた近々ね、こんなんですっていうことでうまく説明できるかどうかわかんないんですけど動画を上げたいと思います。それではですね、今日は、そんな形でなんかざっくばらに自分が思う最近の近況みたいな話しました。ありがとうございました。